落札できなかったオークションなのに、一点二ヶ月後に落札という逆転劇。こんにちはキュリオのトネギです。えー、今日は、えー、落札できなかったオークションなんですけれども、一点してまあ二ヶ月後に落札できたというお話をさせていただきます。えー、昨年二千十七年の 11月のオークションなんですけどドイツのオークションなんですね。おまあ、結構大手のオークションなんですけれどもアンディ・ウォーホールの「マリリン」っていう、まあ、とても人気のある作品が、まあ、オークション出てまして、えー、この作品がこのドイツのオークションハウスで、まあ、結構安く落札されているのを知ってましてでまあそこのオークションハウスにまた同じマリリンが出てきたということでこれはまあ 入札しない手はないんじゃないかなということで、まあまりに欲しがっているお客様がいらっしゃいましたのでその方にすぐ連絡をさせていただきましたコンディションとか確認させていただいて過去の落札価格とかほ他の全世界中のオークションハウスの落札価格を確認してさらにこの今出品されてきたオークションハウスのエスティメートそして前回の落札価格をもう一度確認させていただき ま入札しない手はないだろうという結果になり、お客様からオファーをいただきました。まあ、それなりにえーいいオファーを。 金額ののをいただいたただで結構落札できるんじゃないかなとまあ、過去の、ね、経緯も踏まえつつ落札できるんじゃないかななんて思っていたんですが結果それ自体は落札ができませんでした、まあ、お客様もですね結構落札できると思っていたので残念があってとてもねあの私も心苦しかったんですけどまあそれはどうにもならない、まあ、落札できなかったということでですねそれはそのまままあ終わりましたで 1>, えー、1月の末今年の1月の末ですかね、えー、2ヶ月ぐらい経って夜、えー、ドイツから電話かかってきました、まあ、そのオークションハウスで、えー、ちょっとね国際電話なんでとっても僕の英語力のこともあるかもしれませんし声が小さくて何を言ってるのかちょっとよくわからない状態だったので、まあ、メールをくれということで言ってたんですけど、まあ、まあどうもアンデウォーホールのマリリンのことを言ってるようだなっていう感じのことは分かったんですけども、まあ、メールを頂い,いて。 で結局、えー、落札したあのウィナーが支払いトラブルを抱えて、まあ、要するに支払っていないということで、まあ、2ヶ月経っても支払っていないということでこれは困ったというオークションハウスが、まあ2番まあ、私たちが当も2番手だったということで、えー、2番手のまあオファーを頂い,いた金額でどうですかと購入の権利があるんだけれども購入しませんかということで、えー、連絡が来たということで早速まあ えー、私のところのフォーを頂い,いたお客様に連絡を取って、えー、その金額でじゃあ買いましょうということで、えー、無事落,、まあ、落札の権利を取って、えー、落札購入することができました、えー、そんなに多くはないですけれどもやっぱり支払いトラブルっていうのは時々あるみたいですねあのー、まあ次回のビデオでまたお話しようと思ってますけれども、えー 今回の「ーホルノマリリン」は入札した側としてラッキーだったんですけれども以前に出品しただけで、出品して落札されたんだけども支払えなかったということがありました。その辺のことをまた次回お話ししたいと思います。では。